片町スクランブルナイト続いてははい私加藤豊がお送りしてまいります新コーナー誕生ですイエーイやりました加藤のコーナーはあのかた金沢マラソンへの道のあれ以来かなあそうなん追、ね、っかけてだでもあれも皆さんのコーナーになりましたんで、うん、ようやくまた私のコーナー復活でございますはい題して加藤豊の孤高のグルメ なんかかっこいい。<laughs> お腹が空きました, <laughs> ました。<laughs> どっかで聞いたことあるようなフレーズですけれども。はい、ええー、もうね、私加藤豊が片町の美味しいものも。一人で食べに行こうという。<ー>はい、一応あの孤高な感じなんですけれども。はい、でも、たまに、あの、みんなにやっぱりね。シェアしたくなって、一緒に連れていくことがあるかもしれません。ね、はい、あの、松重豊さんのようにですね。あおはい、黙食。 もくたすと食べるはい黙食ギャーギャー騒がないこここのスタジオじゃなくてスタジオのようにじゃなく黙々と食べるそんなコーナーでございますはいということで今回ですね記念すべき第1回足を運んだのはこちらでございます片町スクランブル交差点からほど近いそしてキララとスクランブル交差点の間にございます金沢うどん大抜き屋でございます はい金沢うどん大抜き屋 <laughs> 決まってますね写真木食 <laughs> でしょ、ね、いい動きが語るという <laughs> <に>そんな感じ。はい大抜きやもうねこうした感じのわかりやすいわかりやすいですねお店が通りますねこのはい、うん、よく通るのこの前ね、うん、うどんって書いてあって目にしたことも多い方と、うん、多い いらっしゃると思いますけれども、早速お店にお邪魔を致しました。そう、金沢細うどん、どんなうどんなんじゃろうね。あ、お店の前で結構とる、撮ったんです。そうですね。はい。これだって、黙食だからさ。待って、まだ入ってない。木食なので、なるべくここで傘を増やしています。もういいんじゃないでしょうか。もういいですか。はい、入ります。ということで、はい、お話を伺いました。オーナーの谷保正則さん。 はい、はい、ら笑笑顔顔が素敵、えー、にっこり笑顔で、うん、もうねオープン7年7月で8年目突入ということでございます、うん、そしてまあねここのお店どういうお店なんですかっていうお話聞いたんですけれども、うんはい、これから片町に繰り出す前にちょっとお腹に入れていこうかなっていう方だったりとか、ね、片町で楽しい時間を過ごして締めに来られる方であったりとかですね。 あとはまあお仕事帰り、お家に帰る前にちょっと一杯飲んでいこうかななんていうお一人様、男性も女性もファミリーもいらっしゃるということで非常にね日中もそして夜も盛りだくさんいろんなお客様がねいらっしゃってるんですで。こうしてあのおつまみ的な一品料理もうどん屋さんっていう,ねこう看板だったけれどもいいっぱいあるのねねそうです種類豊富ですね、ま。あ あてに、一杯飲んで、お家に帰るっていうのもありですし。ね、あの、一時間の前のゼロ次会的な感じ。あ、なるほど。んぶりもね、いっぱいあるでしょどんぶりによってもね、またうどんの味って変わってくるもんだな,な。っていうところもあるかもしれません。はい。そして、まあ、いろいろお話を伺ってたんですけれども。こだわりどうですか。ね、オーナーのこだわりってどうですか。たら、その、例えば、じゃ、小麦がどうのとか。え、麺がどうのとか。 だしの何とかがどうのとか材料がどうのっていうそういうこだわりはないんだとあ、ないんですかないんですんであるとすれば、うん、美味しいものを安全にそしてお腹いっぱい食べてもらう<お>満足して帰ってもらう<っ>そこがこだわりなんですっていうお話でしたあでも結構シンプルですねシンプルなのだからねどのメニューもすごいメニューもいっぱいあるんですよはい。うどんメニューもねこれはあの看板にもあった金沢細うどんと はい、これはあの大貫屋のオリジナルで製麺をお願いしているうどんだそうなんですけれども細うどんのメニューは こういったメニューがありますよ、はい、で、まあ、通常のメニューもあったりするんだけれども、うん、例えばそのじゃあカレーうどんで細うどんしてくださいとか、うん、そういうカスタマイズはできませんと<ー>一番ベストマッチングをオーナーが考えて美味しく食べてもらうためのマッチングなんでそういうなんかカスタマイズはできないんですが丼ん、うん、もあったり、うん、あったかいうどん冷たいうどんあとは台抜きって言ってその昔は火薬うどんの台、はい、うどんを抜いた上の部分。うん うん、これを頼むのが、まあ、こう金沢の片町の行と言われてたと。<ー>で、大貫十年って言われるぐらいで、常連さんでも十年通わないと。このおつ綱頼み方はできないんだよっていうのも、一元さんでも食べられます。ええ、面白い、うん、そんなメニューあるんですね。はい。そして、カレーうどんとカレーライス。え、結構種類ありませんいっぱいあるでしょで、何でも、人気推しじゃないけれども、人気のメニューは。 カレーうどんなんです。あ、そうなんですね。ということで、これカレーうどんもね、ーダーしましたよ。食べてきたんですね。もう孤独の厨房です。あ、一人でされてるんですか。そうなの。だからメニュー絞ってるっていうふうにね、オーナーおっしゃってたんですけど。結構いっぱいあるでしょあ、いっぱいありますよね。でもね、こうして、背中で語るでしょう。で、カレーうどん、金沢だしカレーうどんという名目なんですね。 メニューなんですけど、ダントツの一番人気なんだって。なんででしょう。わかる。なんでだろう。ダントツ。ダントツ。まあ、これかたばの土地柄っていうのもあるかもしれないけれども。土地の土地柄?。はい。カレーのスパイス。はい。ターメリック。うん。ターメリックって何でしたっけ。ターメリック、香辛料。別名。別名。ほニャララの力、なんていう飲み物もあったりする。ウコンの力。それです。 ターメリックイコールウコンなのね。<う>ということでほらお酒を飲みに行く片町の、まあ、飲みに行く前だったりとか締めだったりとか、うん、カレーうどんウコンターメリックを取り入れることで次の日楽なの。ということでダントツ人気の金沢だしカレーうどんいただきましたよー。ははい真ん中にはね半熟卵が、はい 鎮座増しましししてておりうどん屋さんのカレーうどんだから、はい、だしで割ってあるんですよカレーをカレーをだから、うん、その普通のライカレーライスのカレーよりも重たくないスープとしていただけるなるほどでこの辛さ気になるでしょまずカレーうどんだからオーナーいわく小さなお子さんでも安心して食べてもらえる辛さになってます。おー じゃあ割と甘口よりっていう、ね、そう甘口というマイルドあマイルド決して甘口っていう感じではない、えー、絶妙にちょうどいいんですね、うん、そうなのうでまたねあのお出汁が効いてるからうん、うん、このカレーの味わいだけじゃない和の味わいっていうのかな、えー、はいこれがねあってでかつ真ん中の卵をね割ることで途中でマイルドに味変できたりもします、ね、もちろん最初から割られる方もいるらしいんですけどもマイルドにもできるし。 美味しそう <laughs> でそうやって聞くと「いや俺辛いのがいいんだよと」と、はい、ね辛い塔の方もいらっしゃると思う、うん、そんな方には秘伝のスパイスがありますおはいなんだろうじゃじゃん加藤さんあこれあ <laughs> 秘伝のスパイス紙エプロンをかけて飛ぶじゃないお飛ぶカレーうどん食べるときってピッピって飛ぶでしょ、はい、そのためにこの,カレ,ー用のカレーうどん用の紙エプロンを配ってくれますはい いただきます。始め、うん、まあね。<laughs> 美味しいのよ。熱々な感じが。そうですねです。まず熱々。僕 <laughs> もだいぶあのう、枚数ありますけれども。こま <laughs> 送りみたいな感じ、ね。連写ですね、ほとんどね。で、やっぱりあの。<laughs> 熱そう。熱い。カレーうどんって、なんであんな熱いんだろうね。<laughs> 本当ですね、うん。あんかけとか、カレーとかって、やっぱりこう熱をしっかりと、うん。 こう麺もスープも蓄えた状態で口の中飛び込んできてくれるので、うん、まあ熱かったでもね美味しい<ー>何せやっぱりこのうどん屋さんのだしカレーだしの効いたカレーのこの美味しさねいやーいいですね<ー>さらっと食べるのには本当にちょうどいいかもしれないですねで,すで、えー、先ほどちらっと言いましたけれども辛党<っ>のあなたには激辛一味かけすぎ注意とますお出たしかも激激なんです<ー>これ、ね、通常のの一味唐辛子の 4倍ほどの辛さと、えー、じゃあ一気に味変わりそうですすね変わりますは<ー>でも僕はあの割と辛いの平気であ<ー>辛いの好きなのねうな,ん、うん、なのでちょっとこうまあ普通よりも多めにかけていただきました、はい、中にはほらやっぱり楽しみながらみんなでねこうちょっと罰ゲーム感覚でわーっていっぱいかけたりする人もいるらしいんだけど、はい、それは本当に大変なことになりますあ危ない、うん <laughs> これは食べる前です食べる前あ<お>だいぶこれ辛そうなんだろうなーっていうちょっと構えている <laughs> 顔もだいぶ辛,く辛そうになってますけどこれ多分ね二口三口食べた後ああ食べた後もうすでにちょっと顔の辺りが赤くなってる気がそうでもやっぱりね寒い時には中から温めるっていうのもあるでしょう、うん、確かにこの季節にはぴったりかもしれないですね辛いのを食べてねうんまだ多分これはね <laughs> 4口5口ぐらいでどう 汗かいてるっていう風に見せてるんですけど、<laughs> ちょっとうっすらうっすら描いてるのわかる。あさあしっかりに、うん、おでこ、おでこのあたりにうっすら、はい、まだこのだこの時点ではうっすらなですが、はい、この後大変なことになりました <laughs>。<laughs> <laughs> この後はね。本当あの滝のような <laughs> もうザーですか。ザーっていう感じ。流れるような汗をね。 はい、えー、もうななんか人運動してきたみたみい雪かきで最近代謝がアップしてたっていうのもあるかもしれないんですけれどもはいということでまあ本当にねあのスープも美味しいし、うん、<laughs> これ流していいやつですかこ,れこれなんで採用になったんでしょうね白目向いてますそしてあここからねあの、うん、ちょっと辛かったんで、はいはい、マイルドに味変をあ卵ちょんちょんですかですねー。 あ、ありましたね,ね。この半熟卵って罪なやつだよね。本当に思います。白身のね、部分と、うん、そして黄身のとろとろと、うん、どっちも味わえちゃうと。いうことでね。うん、もう止まりません。<laughs> はい。顔の若さも止まりません。もちろん、この間も黙食ですよ。黙食。<laughs> ひたすら黙々と。言葉を発することなく。黙々と食べていきます。<ー> <laughs> 確かに何も言えなくなりそう。そうで。 もちろん。は、知る感でございます。感触<食>。感触<食>。え、なんか。顔すっきりしましたね。<laughs> <laughs> この短時間で <laughs>。そう。あの、さっきの。 ちょっと辛そうだなって、けげそうな顔をしているときとだいぶ違う。<laughs> そう、全然。毒素が抜けた感じあるかもしれないね。<laughs> 本当に運動した後みたいになってます、ね。はい。いや、でも、本当、この滝のような汗、うんうん、そして満足感、満腹感。うん、さらには、辛さで、中から温まり。うん、ね、寒いところでも、まあ、舌ツルツルのところでしたけれども。うんうん、もう、意気揚々と帰っていくことができました。いや、そのカレーで重たくないって言うのがいいですね。そう。うん、で、こっちがね、細うどんなの。お。はい。 これあの釜玉うどん、あったかい細うどんのメニューですね。はいはい、で、冷たいうどんの細うどんとしましては、<え>これ。レモン冷やしかけレモンうどん。<laughs> これ全部レモンなんですね。うん、え、結構な量じゃないですか。そう、十枚ほどあったかな。十枚。厚さ一ミリほどのレモンスライスを贅沢に十枚。はい、ええー。 これな、なかなか珍しいですよね。そうなの。でもね、不思議と、これ、うん、どんな方がメニューをオーダーすると思いますえ、女性じゃないですかね。ところがオーナー曰く、八、うん、割男性がオーダーしてくるんだって。これ男性がオーダーするんですか男性人気が高いと。え、どうしてだろう。ね、酸っぱいのが好きなのか、うん、それかまあ、えー、お話の種にというかね、うん、ちょっと物珍しさも相まって。 あ、なるほどね。映えるでしょう。映える。ね。うん。で、試しに食べてみて、はまってリピートされる。方が多いということで。なるほど。あれ、どっかで見かけたことのある方が多くの方。確かに、同じ服着てるの。実は今日ね、このスタジオ配信前に。はい。台抜きやお邪魔して、補う丼のメニューをチェックして。そうなんです。うん。私、釜、玉。の方。釜玉。いただいたんです。はうん。あの。すっごい。 ちょうどいい感じの、腰、が出てて、うん、麺が。すっごい、なんて言うんだろう。うどんに対して言っていいのかわかんないけど、喉越しがすごく良かったです。ああ、そう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 、うん。うん、確かにそう、喉越しが味わえる。喉、うん、越して味わえる、はい、腰もね、しっかりしてるし。<う>あったかいカレーうどんは、ふとうどんなんですけれども、細うどんの方は、よりね、ぎゃっと腰が。ある、うどんの麺になってますよ。うん、そうですよ。そして、こちらね、あの、海外からのお客様も、対応できるように。はい 英語メニューだったりとか中国語メニューだったりとかそういったメニューもあって何でもえ海外からの旅行客で滞在中ずっと毎日大抜き屋に6日間通い続けたっていうお客さんもいたんだって <laughs> もう一瞬でファンになっちゃったんですねそうですね、うん、通いたくなるんですねしかもね土地勘もなくて海外で旅行しに行って 6日間、同じものを食べるってどれだけインパクトが強かったのかと確 <laughs> 確かに確かにに<え>でもあれだけ種類豊富なんで、うん、毎日違うものを頼むっていうのも、ね、ね<え>できますよね,いやーでもねオーナーの自信の,この、ね、現れ。えー 自信を持って美味しい食べ物を提供してくださる金沢うどん大抜き屋オーナーの谷保さんありがとうございました。お忙しいところいうことで第1回の北欧のグルメ金沢うどん大抜き屋ご紹介しましたけれどもいかがでしたちなみに聞き忘れたんですけれどもレモン冷やしかけうどんですかあれどんんな味したですかレモンのと っ,っ,ぱみっていうのがお出汁の方にもあって、はい、絞ってるっていう感じなのかなレモン汁モン汁このがだ汁の方にこうしゅわっといい感じでね相まって酸っぱくて冷たいすっきり食べられるうどん<ー>サラダうどん的な感覚 うん、で僕はレモンのスライスも好きなので、はい、あのアイスのサクレレモン的な感覚で全部いただいてきましたけれども、はいうん、すっげー美味しかった、えー、癖になるまたた行きたくなっちゃいますね,いいですねちなみにね、えっと、女性のお一人様も結構いらして今日もいたでしょさっきも言いましたね。ということで黙食にはもってこいだと思いますお昼の部がお昼前11時半から午後2時までそしてえディナーの部がですね夕方の6時から、はい。 深夜0時まででこれ月目です、はい、で金曜日土曜日は深夜の2時まで、えー、営業されているということですので、はい、ぜひ、ねはいはい、お出かけいただいて黙食あいいですね、はい、か金沢だしカレーうどんおすすめでございます。うん はいといととうことでぜひねあのこういったコーナーも定期的にお送りしていきたいと思いますので楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということで加藤豊の孤高のグルメ今日は金沢うどん大抜き屋ご紹介しました、はいありがとうございました。